イム。ありがとうございます。こんばんは、日向坂46の佐々木久美です。今日1月22日で28歳になりました。ちょっとなんかリップ薄いから濡らしてくださいいきなり。ありがとうございます。遅い時間10時なんですけど、皆さん見てくださってね、本当にありがとうございます。楽しい時間にしましょうちょっとさ、なんか色味がないなと思ってマフラー巻いたんだけど、暑い暑いね。でもさ、こうやってやりたかったんだよね私は。お誕生日おめでとうってすごい言ってくれる。ありがとうございます。知ってましたか、私がお誕生日ってこと。みんなすごい情報つん。そうなんです、今日で私28歳のなりまして、本当にね皆さんに日々支えられているおかげだなと思います。ありがとうございます。大好きだよ、ゆいゆい。今さ見始めた人どういう状況って思いそう。今日は見てください、マネージャーさんがねケーキくれたの、買ってきてくれたんです。ハッピーバースデー組、しかも猫ちゃん、猫ちゃん、にゃにゃにゃなんです。チーズケーキ食べるのもったいないな、食べようかなって思ってたけど食べるのもったいない。ケーキかわいいよね。ありがとうございます、みんながお祝いしてくれる。大人っぽいケーキ、そうかなでも私はあのチーズケーキ好きなので、毎年チーズケーキを買ってきてくださります。すごいお祝いしてくれる。なんかあのショールームじゃなくて誕生日お誕生日迎えて、お誕生日かって、まあ、結構その何日か前からもうお仕事ってご一緒した方とかおめでとうございますみたいなケーキとかくださったりして、あそれで、あ私そういえばもうすぐ誕生日かって実感してくるんですけど、なんかそれで誕生日かってどんどんなってくるの。あそっか、私もうすぐ誕生日かって。誕生日の何がいいって、みんながお祝いしてくれることそれが嬉しくて誕生日好き。みんながさ、こういつもよりさ、いつも私のことを考えてる時間が1日に1秒だとして毎日あると思ってる1日に1秒だとして、誕生日の日は5秒ぐらいかなって思うと嬉しい嬉しいのだから好き。なんかさ暑いんだよね結構、でも色がなくて今日こうやってやっとこうかな。なんかすごいコメントめっちゃ送ってくださる皆さんありがとうございます。熱い女だよ。そう？そうだよ、熱いかも。
やけどするぜ触ったら。髪色いいね、ありがとう。マフラー高いよ。マフラーを巻いてくれてありがとう。どうしたんですか。誕生日なんです。じゃあこう28飾っとこうかな。これで 28？ なんかいっぱいね用意してくださったんですよ。どうですか私、28歳になりましたけど、どうですか？聞いてくスタイル。20、ああ年を重ねたな、組てんって思います？思うよね。私は思わない。思わないかい。入った時20歳だっけ。そう、入った時はあのひらがなケーキなった時は20歳でした。だからもう8歳になりました。しかも応募した時は19歳だった。すごいよね。2000年だった。だからびっくりする。でも今日あのすっごい初期の方からお世話になってるメイクさんにお会いしたんですね、今日お仕事で。でなんか入った時は20歳でみたいな話してて、でもさみたいな、あっという間だったって思うけど全然あっという間じゃなかったよねって言われて、本当にそうなの、全然あっという間じゃなかった。濃すぎて、人生の中でも濃い8年過ぎて全然あっという間じゃなかったの。あっという間だったなっていう感情もこれぐらいあるんだけど、それを上回るぐらいあっという間じゃなかったなって思う。何の話これ。え、わかる。でもそういうさ感じになる時ありません？ソイソース人生、濃い口。そうなんですよ。哲学かな？哲学かな？え、虹がかかった。素敵。ジョイフルラブだね。え、どうしよう。ケーキなんか可愛いから食べるのもったいないからみかん食べようかな。みかん持ってきたけど。みんなでみかん食べようと。で、私今日なんかメッセージで10分経ったね。もういいかなじゃあ。メッセージでなんか募集したんです、質問とか返しますよって。だからちょっとねお話ししていこうと思います。私のメッセージのバースデーテンプレート見てくれましたか？見てくれたかな。え、今日さすっごい時差激しい。イオちゃん、ケイタくん、イオ、経度15度以上ありそう。あ、そう、見てくれた？やっと届いた。でこの場一からね全部自分で書いて作ったんですけど、作らせてもらったんですよ。でこう丸の中にトロロがいて、なんかちょっとビームって出してるっていうテンプレートにしたんですけど、なんかそれを見た京子が人狼ですかみたいな。人狼のなんか私京子からリモート人狼のお誘いが来てたのね、明日の夜リモート人狼するんだけどみたいな。なんか結構ぐらいの人数集まってんだけど、クミもやらないって誘ってくれたの。すっごい嬉しかったの。私人狼さあの配信はあのクビになって、
首っていうのは私が言ってるだけなんだけど自分的にはファイアされて、でああもうでも誘ってくれるのすっごい、でもあんまりなんかやってなくて、リモートジーヌ誘ってくれたのすっごい嬉しかったんだけど、その日本当に予定があって、あできないリモート人狼予定さ、あの予定中だからリモート人狼してたら、その私が実際に会ってる子がに失礼じゃん、友達とご飯行く予定でその時にリモート人狼してたらその子に申し訳ないじゃん、目の前の子にえ人狼やってるよねって言われちゃうでしょ、だからちょっとできないなと思って断ったのね。でもなんと心の中で断ってて無視してたの京子の連絡を既読無視しちゃってて、であしかもそれに気づいたのがもうそのリモート人狼が行われた次の次の日ぐらいだったの、だから誘いを受けた次の次の次の日だったの、つまり3日後だったの、だから本当に申し訳ないなと思って、まあ、そんな人狼話があったのね。もう謝ったよ、本当にごめんねみたいな、次も誘ってくれたら嬉しいみたいな、あ分かりましたって言ってたけど最近あのね喧嘩ごっこ流行ってるの私たちの間で、で何の話してたっけ、あそれでその私のバースデーテンプレートを見た京子がまあお誕生日おめでとう、ところであのテンプレートはその私の人狼の誘いを無視したから、それを逆に意識して人狼を意識して書いてくれたんですかみたいな、あの言ってくれて、でもなんか何言ってんのこの人って思っちゃって私何言ってんの京子と思って、全然そのねこれこの丸が月に見えてトロロが人狼みたいな私のちょっと想像力が及ばなくて、はいそうですって適当に返しちゃったのね、そしたら無視されたまあそんな感じですじゃあ皆さんの質問に答えていきます、ね、本当にさ適当にさお互い喋りすぎて京子と私全然エピソードトーク薄いね、まあいいよね、じゃあみんなの質問に答えていくね、こう下向いてるけどここに私の携帯があるのです、だからくみちゃんなんで下向いてるの、落ち込んじゃったのって思わないでね思わないか誰もどうしようかな、なんか考えてる時に歌いそうになっちゃうんだよね、歌っちゃダメだからさ、あくみちゃん歌ってると思ったら全員地声でピーって言ってください、くみちゃんお誕生日おめでとう、あ読みますね、間に合ってたらいいな、間に合ってるよ、数年前から進行中のあれ佐々木くみいい女じゃん、計画は順調に進んでますか、私から見るとすこぶる順調に感じます、え嬉しいありがとうございます、あのこの計画が発足したのは3年前くらい、佐々木久美いい女じゃん計画、いい女計画じゃないの、いい女じゃん計画、だからみんなになんか気づかなかったけど佐々木久美いい女じゃんっていうこの意外性が欲しくてじゃんっていうのをつけたのね、あと私進撃の巨人でじゃんが一番好きなの、これは後付けで、まあ、3年前くらいから発足して進んでて、なんか最近は別に表だって言ってないけど、それはまあその時よりいい女になってしまったから言ってないだけで、これは一生続きますねえ突っ込んでね本当に
恥じいから。まあでもなんだろうな、いい女じゃんっていうか魅力的な女性になりたいよね。魅力的じゃん計画って感じかな。わかんない、定義がわかんないからさ。でも自分の中でなんかあ魅力的だなって思ってもらえる女性になれるように頑張りなりたいなと思って、まあ、人としてね、そういう感じです。だから計画は続行中だし、みんなに褒めてもらえたらもっと進んじゃうかもしれません。ちょっと何言ってるかわからないって言われた。可愛いよねこのカチューシャ。このカチューシャもマネージャーさんが用意してくれました。え、だってこれ見しちゃダメですか。ダメダメだった。なんかマネージャーさんが手作りのお誕生日おめでとうっていう、これ言っていいですよね、おパンチウサギがこう紙を持ってて、そこにお誕生日おめでとうって入力して印刷してくれた紙を用意してくれて、それがすっごい可愛いの。でもなんか八つ折りぐらいにされててシワシワなの。それも可愛い。想像してください、おパンチウサギ。じゃあ次の質問いきますね。あ、すずちゃんが車を買いましたが、クミテンは乗りたい車ありますか？だって。え、すずちゃんの車さ、見ました？ジムニーシエラのなんかカーキめっちゃ可愛くて、私もあれのなんかクリーム色めっちゃ可愛いなと思ってて、あ、一応免許持ってるんですよ私。すっごいペーパーゴールドなんですけど、運転したい欲はありまして、私が乗りたい車はなんだろうな、あんま車詳しくないんだけど、ミニクーパー乗りたい。かわいい、なんかユニオンジャックがさついてるやつとかあるじゃん、かわいいと思って。フリーズしてないよ。かわいいよね、どう思いますか。ミニいいよ。え、乗ってるのかな。でもすごい可愛いよね。私なんだっけ、何を話しようとしたか忘れた。なんかでもちょっとそういうレトロな車に憧れますね。はい、そんな感じです。憧れるんだよ。あ、次の質問いきます。え、すごいいっぱい書いてくれてる、ありがとう。生まれてきてくれて、アイドルになってくれてありがとう。だってありがとう、こちらこそ。質問、クミちゃんが今まで一番好きなお気に入りの衣装と日向の曲は何？むずっ。なんだろう、逆にでもみんながどの衣装とか好きなのか聞きたいかも。何の衣装が好きでしたか皆さん。私なんだろうな、衣装本当に可愛い衣装だらけなのね。まあご存知だと思うんですけど、なんだろう、でもなんだろう、難しい。レコ大、あれか、空のやつ、あれかわいいよね。今の制服もかわいい。お化けホテル、あれもめっちゃかわいいねえ。みんな天才じゃん。01も好き。私パンツ衣装好きなんだよね、結構。あんまりないけど、あのワンチョイスのさ、私のパンツバージョンのやつとか、紅白の仕方わかる、わかるの、好きなの。この前のカウントダウン TV、 あれもめっちゃ可愛いねえ。選べないじゃん、
みんながいっぱい可愛い賞をあげるから。黒狐ね、わかる、好き。あれでさ、私いなかったんだけど、オドやってたじゃん、アドさんのオドを踊るみたいな、あれめっちゃ好きだったな、カウントダウン TV さんの。音符ね、音符衣装さ、一時期さびっくりするぐらい着てたよね、大好きだった、フリフリで。あの形かわいいよね。肩出てるやつ、あ、でもなんか結構みんなバラバラだわ。浅川ね、てかの MV、 あれはあの衣装史上一番動きやすい。あ、バターのスーツだから私ああいう服がすごい好きなのよ。なんか自分の体にスーツ、あのスーツする、なんて言えばいいんだろう、自分なんかさやばいね、自分のスーツに、あ、自分の体に合うのかな、そのパンツ衣装が。だから結構褒められることも多くて選べない、ごめんね、一つには絞れなかったけど、でも確かに思い入れがあるのはレコ大のドレミとか、あとその紅白の君しか勝たんとか好きです。ああいうちょっときらびやかな感じ好き。あとパンツ衣装です。日向坂の一番好きな曲なんだろう、でもやっぱり今日すっごい思ったのがジョイフルラブ、本当にいい曲だなと思って。だってさ、君が微笑むだけで、ぼ、え、びっくりした、君が微笑むだけで、君が幸せなら僕も幸せな気がする、風が木々を揺らすように笑顔は連鎖していく、なんて素敵な歌詞なのねえ。本当に本当ね、私ここ好きなの。本当の優しさはしてあげることではなくて、何にもしなくても穏やかになれることだろう。ここ好き。なんかね、うん、そばにいるだけでなんか心が穏やかになれるんだよねって、なんかこう何かしてあげるだけが優しさじゃないよねって。泣けない、泣けてくるんだけど本当に。でなんかそれがすごく私がいつもお日様の皆さんに感じる感情に、なんか本当そのまんまだなって思うんですよね。だってお日様が幸せだったら私嬉しいし、お日様がなんか喜んで楽しんでくれたらそれが私はすっごい嬉しくて楽しいし、だからやっぱなんだ、ジョイフルラブって本当に素敵な曲なの。他にも好きな曲はいっぱいあるけど、なんか、うん、なんでこんな、なんだろう、このなんかみんなが思ってたけど言葉に、どうやって言葉にすればいいか分からないこの感情っていうのがジョイフルラブが全部代弁してくれてる気がして、ジョイフルラブが好き。だからライブの最後に歌うといつもなんか、あー、いい曲って思うんだよね。それを自分たちの歌声とパフォーマンスで届けられてるっていうのが幸せ、本当に。だから幸せでいようねこんなにジョイフルラブについて熱く語ったの初めてかも。
あ、じゃあ次の質問いきますね。全然話変わっちゃってごめんね。マザー2って結局クリアしましたか？とても心に響くゲームなのでぜひ。本当に話違うじゃんってびっくりしたでしょ。私1年前ぐらいかな、なんか昔のゲームをするのにすっごいハマってて、一番やったのが64のゲームなんですよ。64のゲーム、64を持ってて、で昔ねお兄ちゃんがやってんのずっとそばで見てて、で時のオカリナとかディディーコングレーシングとかポケモンスナップとかそこら辺を見てて、で私が大人になって、でスイッチでさ昔のソフトできるじゃん。で私が大人になってめっちゃハマったのがバンジョーとカズーイっていうゲーム。え、知ってるかな。本当に多分私でギリだからメンバー誰も知らないと思うので、バンジョーとカズーイっていうゲームにめっちゃハマって、でその時にバンジョーとカズーイ全クリして、次何やろうってなった時に美容師さんにマザー2が本当に面白いからやった方がいいよって、ゲーム好きなら絶対撮った方がいいみたいな言われて、あ、じゃあやりますって言って、で結構ね途中まで行ったんだけど難しくて、結構だからなんか砂漠のステージみたいな途中なのかな、まだ序盤かもしれない、もしかしたらそこで止まってる、だからクリアしてません。でも今なんか今やってるゲーム全部結構やり尽くしてて、今レゴフォートナイトをやってるんだけど、レゴフォートナイトやってたら本当のレゴの方にハマっちゃって、レゴフォートナイトもちょっとあんまりやってなくて、でゲームちょっと何しすぎ何しようかなって思ってたので、マザー2の続きやりますね。あ、1もいいんだ。え、トシちゃんもやってた？本当に？レゴランド行きたい。レゴランドめっちゃ行きたい。名古屋だよね。私レゴランドのさお隣でさいっぱいイベントやってたじゃん。この間ヒット祈願でも行ったんだよね。初めて多分ひらがなけやきを披露したのがレゴランドのお隣のポートメッセ名古屋、そうポートメッセ名古屋なの。だからポートメッセ名古屋行った時にレゴランドも行きたいな、また。レゴランドめっちゃ行きたい、行こう、本当に行こう今度。待って、ちょっとなんか熱くなってきちゃった。ちょっと一回みかん食べる。コメントタイム。誰に手を振ってるの？違うよ、レゴランド行きたいダンスだよ。レゴランド行きたいっていうダンス。常温みかん？え、そうでしょ、みかんって常温じゃないの普通。あ、私リカンさ、リカンみかんリンゴみたいに剥けるって言おうとしたらリカンって言っちゃった。ママのドレスライブでやって、やりたいよ。ドド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 ン。あ、冷凍みかんね。冷凍みかんは冷凍みかんとして買うので自ら冷凍みかんにしたことありません。マイゴット、マイゴットをやりたいね。マイゴットってライブで見てるときどういう気持ち、気持ちっていうか、なんかコールする曲でもないじゃん。あ、でもコールしてないのか。あ、してるか。
コールする曲でもないから、なんかみんななんかこう微笑みながらペンライト振ってくれてるのが私は嬉しいんだよね。だからどういう気持ち、あ、え、聞き入ってる、あ、そうなの、え、嬉しい、夢みたいだなって気持ち現実だよ。マイゴッドだ、やった喜んでる。みかん甘い？うん、甘いよ。ミルカンの白いのは取らない、めんどくさいから。うん、うん、父親と同じ誕生日だって、おめでとうございます。1月22日生まれってめちゃくちゃ多くて、元乃木坂46の生田さんとか新内さんとか、あと市木玲奈ちゃんは、私あの日テレのアナウンサーさんの市木玲奈ちゃんは生年月日全く一緒なの、私だからお友達なんですけど、あのおめでとう私たちって連絡した。そう、あとしずきちゃんね、桜坂46さんのしずきちゃんも同じ誕生日、びっくりした。はっ、こうプロフィール見てて、新3期生が入ってきた時に、え、この子誕生日一緒だと思って、また1月22日が増えたと思って、おめでとう。多い、本当に。私も同じ、本当におめでとう。でも結構ミーグリとか握手会でも同じ誕生日一緒ですって人多くて、なんかいっぱいいるんだなって思った何その感想、薄うちの犬も本当におめでとうワン。うーん、毎日が誰かの誕生日、そうなんだよね。だからなんか素敵だねじゃあ質問読んでいきます。すごい、みんないっぱい、あ、ラジオをやりたいと言ってくれたけど、ぜひ聞きたいです、決まったら絶対メール送るよ、嬉しい。ラジオやるなら、真面目系かおふざけ系どっちがやりたいですか。両方、両方、なんだろう、別に枠にとらわれずにやりたいね。でもやっぱ冗談とか言い合える仲になりたい、もしできたらリスナーさんと、なんだしみたいなふざけんなしみたいな言い合える仲になりたい合ってる、そんなことある。え、でもなんかやりたいよね、公開収録でさ、え、あのラジオネームのみたいな、やりたい。やっぱラジオ好きだから憧れるのよ、そういうの。なんかこう有名なハガキ職人の方とかいるじゃん、そういう人がさの顔を見れた時とか、あ、え、あのみたいな、ちょっとした有名人だから私の中では嬉しいよね。だからそういうのすごいやりたい。わかる、粗品さんのあの大好きライブ、太客の自信ある人って手挙げるやつめっちゃ好きです。じゃあ次の質問、次の質問に行きます。あれ、さっき
これ読もうって言ったあったんだけど、どれだっけな、どれだっけ、あ、これだメッセージでとろろくんの匂い嗅いでますけど、どんな匂いがしますかこれ読もうと思ってたとろろくんはとろろくんの匂いがします。でも本当にわかんない、他の猫ちゃんはあんま嗅いだことないからわかんないんだけどさ、猫ちゃんって結構無臭じゃない、あんまり、ワンちゃんって結構ワンちゃんっていう匂いするけど、猫ちゃんってあんまり、ね、匂いしないよね。そう、もう本当に大好き、こうやって猫猫吸いこうなんかってやるのが好き、トロロの。でもそれすっごいね、なんか嫌じゃないと思うんだけど、例えばこう首をゴロゴロ鳴らしながらトロロが近づいてきてくれたとして、あー甘えん坊さんタイムなのって言って本当にこんな感じ、甘えん坊さんタイムなのって言って、うんって言ってると一瞬で首のゴロゴロが止まるの、可愛いよねツンデレでも本当に癒されてます、いつもありがとうございます。次、あ、クミちゃんは美術館が好きだと思いますが、一番好きな絵は何ですか。ちなみに私は駆け込みでモネ展とゴッホ展行きました。アイリス好きになっちゃいました。だよね、わかるの。私はゴッホがやっぱ好きなんですけど、ゴッホのサントマリードラメールの海景っていう海の絵があるんだけどね、それがすごい好きで、好きです、ね、サインがね赤いの、ヴィンセント、ヴィンセント、それも好き、海のやつ。泣いちゃう？泣いちゃうかもね、見たら。見たことあるんだけどね、一回日本に来ててそれで好きになったから。でもやっぱオランダのゴッホ美術館は行きたいですね、ゴッホミュージアム連れてって誰か五穂好きになった理由なんだろう、初めて、なんだ、あのね、昔ね、あそこに行ったのよ、オルセー美術館で、ゴッホの絵を見てなんかドーンって心臓がドーンってなったの、何この絵って、なんか絵をあんま見たことなくてリアルで。で、まあオルセーなんてさ有名な絵がいっぱいあるじゃないですか。でそのこういっぱい見ててうわーって、もういっぱいあるよ、フェルメールとか有名な画家さんの絵がいっぱいあって、あーこんな感じなんだって言ってゴッホ見たらドッグって、何これなったんだよね。それは星月夜って絵だったと思うんですけど、それ初めて見た時に衝撃受けて、そっからゴッホにのめり込んでった感じです。そんな感じですね。みんなもさ絵とか好きですか。つなぎつなぎトーク。まあね、ゴッホはみんな好きよね。うんうんうん、みんないっぱいレター送ってくる、誕生日おめでとうって。ありがとうね。あ、思い出した、なんか衣装の話全然戻るんだけどさ、あのネイビーのクリサンタさんも好きだった、クリスマスの。
一昨年かな、この間の K アリーナのなんか美酒っていうの、美酒なんて言えばいいの、なんか旗、旗めいてた旗たちがそのさ、あのクリスマス衣装で、そう、 M ステで、で月星を踊った時、あれ好きだった。ワンチョイスの衣装いいよね。はたはたはためいてたね。これやろうかな、これなんかクラッカーらしくてここら辺を持ちます。クラッカー、え、音か、音花火、種類音花火だって。垂れ幕がこっから出てきて、じゃあいきますね。誕生日おめでとう。一期一会みたいな事態流行ったよね、一期一会って。うちら親友じゃんみたいな、心の友みたいな。一期一会の事態の垂れ幕出てきた、かわいい。こんなのがあるんですね飾っとこ、一期一会。クラッカータイムでした。面白かった。なんか本当は本当にさ幸せ。私今日の靴下みんなに見せたい。ダースベイダー、よし、今日のミッションクリア。ああ、これも買ってきてくれたマネージャーさんがハートの緩衝材みたいなやつ。終盤にやることじゃない、靴下。そうかな。あ、スターウォーズのネタバレしてる人いた。 I am your father。 No！ あれさ、字幕で見るとさ、あ、これネタバレしていいかな、タワーオブテラじゃなくてスターウォーズのあのさ、字幕で見ると声はね、もう中一の英語よ、ダースベイダーの綺麗な I am your father、 こんぐらいのスピードで言うんだけど、字幕が私はお前の父親だって一気に出るのね。もうさネタバレじゃんって思ってた昔から。そうそうそう、似てないすいません、精進します。なんかさ、すっごい前にさ、
スターウォーズの話を春日さんとしたんだけど、見たことないって言ってた。スターウォーズ見たことないんだって春日さん。あのなんかお二人が映画の話をしてた時あったじゃん。すごい映画見たいなみたいな、新しい映画を発掘しようみたいな、その時期にスターウォーズ見てくださいって、見たことないんだよねって言って、あの見なさそうな感じで言ってた。そういうところも好きです。春日さんのお手紙めっちゃ嬉しかった。あれ本当にいただいて、あの後お家にあります、飾ってある。シリーズ多い？そうかな、 9個しかないよ。マーベルとかに比べたら全然見やすいと思います。私はスターウォーズが好きなのでみんなに見てほしいです。でも私はローグワンが一番好き。じゃあ次の質問いきます。ね、待って、あと12分しかない。びっくりびっくりびっくり。マンダロリアン、わかる、マンダロリアン好き。グローグ映画やるんだよね、楽しみ。ね、本当に話がシリ滅裂、ごめんなさい。ヘイシリ滅裂。じゃあ、あ、待って、フィシリで反応した。あ、ごめん、違う違う違う、だってごめんね。じゃあ質問読みます。うん、しんどい時、踏ん張らなきゃいけない時に大切にしていることは何ですか。なんだろう、でも絶対その時のこれ結構なんかあのいろんなところで話してるかもしれなくて、だから聞いたことあるよって思った方はごめんなさいなんだけど、その時の本当にね、その時はしんどいって思うかもしれない、でもう辛いよ無理だよって思うかもしれないんだけど、後から絶対にそれをあんなことあったなって話せる日が絶対来ると思うの、頑張ったら。その時頑張って耐えて、もう未来のために頑張ろうってやったら、絶対その時にあんなこともあったけどそれを乗り越えたから今の自分がいるなって思える日が絶対来ると思うから、その時のことを未来を想像して乗り越える。でも本当にしんどかったら逃げても大丈夫って私は思ってます。でも逃げるのは最終手段って思ってます。こんなね、28年しか生きてない私ですけど、そういうものかなと思って生きてきました。次、じゃあ次の質問いくね。せっかくさ送ってくれたからさ、いっぱい読みたいんだよね。あ、すごい英語で書いてくれてる、ありがとう。質問は書いてなかった。あ、私さ去年佐々木久美強化計画っていうのを掲げてたんだ。そうだった、そういえば。でも心強くなったと思う、自分自身、佐々木久美っていう人間を強くしようと思ってて。そうなんです。強くなったかな、なってたらいいな。今年はどうしようかな。じゃあ佐々木久美チャレンジ、チャレンジ何年生にしよう。チャレンジ、ずっとずっとチャレンジ計画にしようかな。チャレンジって言ったら1年生って言いたくなるよね。でもなんかこうチャレンジ精神を
ブログにも書いたんだけど、チャレンジ精神はなんかずっと大切にしたいなと思ってて、で私結構行動に移すのが苦手で、だからちゃんと行動してチャレンジするっていう 1年生にす1年生になりたいなって思います。そのチャレンジした、もしなんか、まあ、チャレンジできたらいいなって思ってるんだけど、そんな時もあったかく見守ってくれたら嬉しいです。まあ、みんながあったかく見守ってくれるから私はこうやって頑張れるんですよ。本当にありがとね。あーもう終わっちゃう。みんなありがとう本当に。でもさ、毎年5年ぐらい言い続けてるのが言語を強化するっていうやつで、英語とあの韓国語喋れるようになりたいんだよね。ちょっと本当にちゃんと頑張んなきゃ。ドイツ語ね、一応ドイツ語専攻だったんだけど18歳ですしか言えないの。もう10年経っちゃった。 Ich bin 18 years old、 これしか言えない。でも8便ん、イッピン、アスティン、アスティンを多分さあ28に変えればいいんだよね。アインツバイ、わかんないわ。アインツバイ、ドライフィア、フンフティフセブナフノイチン、これわかるよ。ドイツ語難しい。韓国語もなんか喋れなくて、あんまり読むことはできるんだけど、こんにちは。こんにちはしか言ってない。あのルン、生日よ、生日よ、誕生日です。これ滑舌悪い人にしか聞こえない。日本語に聞こえる。すごいよ逆に日本語に聞こえるの。そうだからさ、なんかあと結構中国語とかもうあの学びたいですね。ゾゾムジョウメイ、我是ゾゾムジョウメイ、それしか言えない。ミンパンに教わるかな。確かに。なんかさ、言語を習得するみたいなやりたいね。日向坂チャンネルとかでみんなでやりたいよね。春日語は多分あのセオリーがないから一番難しいよね。マナフィー先生、確かにマナフィーに英語教えてもらいたい。英語はまあ一番できるかな、その中だった。 ECC ジュニアなんで、私0歳から ECC ジュニアやってるんで、言語でやっぱそのパッていろんな言葉を喋れるようになりたいな。コモデジャマス、メジャモクミ、スペイン語。インドネシア、インドネシア行きたい。トリマカシー、ミタマーフ、これ知ってます。なんかやりたいこといっぱい出てきたじゃん。
さすが語で自己紹介してるなんて。わかんないよ。オブです、オブです。絶対さ、ダメだ。春日語はきっと習得できない。春日さんともっと仲良くならないと。あと2分なんだけど、質問を読みますこのタイミングで2023年、個人的流行語大賞。ちょっと難しい。私本当に記憶が消えるのが早い方で、早い方なだけね、忘れっぽいとかじゃなくて早い方で、だから去年の記憶があんまりなくて。2024年流行らせたい言葉なんだろう。流行らせたい言葉かないな特にごめんね本当にごめんね。流行らせたい言葉でもさ、流行らせようと思って流行らせるのって一番難しいよね。鍵かっこピース、これ流行らせたい鍵かっこピース、うさぎちゃんハート、これにしようかな。この2つをちょっと二大巨頭でいきます。ね、待って、あと1分じゃんあの本当に尻滅裂、へい尻滅裂なあの1時間でしたけど、本当にありがとうございました。皆さんウィンクして、ありがとう。あのこんな幸せな誕生日を過ごせたのは本当に皆さんのおかげなので、来年もみんなと一緒に楽しくお祝いできるように28歳1年間、気持ちは30歳頑張ります。ありがとう。ありがとう。バイバイ、おやすみ。じゃあ皆さん夢でお会いしましょう。28歳になった佐々木久美でした。バイバーイ、おやすみ。ありがとうね、ありがとう。